空海が開いた密教の一大聖地。周囲を1000メートル級の山々に囲まれた標高約800メートルの山上盆地に町並みが広がる和歌山県伊都郡高野町。そこにあるのが日本密教の聖地高野山です。言わずと知れた空海の仏教の本拠地です。ではなぜ空海は高野山を選んだのでしょうか。それはたまたまだったのでしょうか。実はそこには理由があったのではないかという話があります。こんにちは、藤吉田です。今回は以前出した空海と高野山についてのまとめの動画です。まとめてみることでその謎が理解しやすいかと思います。非常に長い動画になりますが、ぜひ最後までご視聴お願いします。もちろん当チャンネルでの見解ですので、一説のエンターテイメントとしてお楽しみください。それでは行ってみましょう。謎だらけの超人空海の前半生。空海に関する伝記研究書は数多く残っています。平安時代から現代に至るまで、その数はとても数えきれないほどあるのです。しかしそれにもかかわらず、空海の生涯には実に謎が多いのです。例えば若い頃は無名の一僧侶に過ぎなかった空海なのに、なぜかエリートに限られていた遣唐使のメンバーになれたことや、なぜ空海は3年の留学予定をわずか1年に短縮して帰国したのか、や空海が学び実践した密教とは果たして何だったのか、そして現代では考えられない祈祷や呪術で民衆を助けたエピソードが全国各地にあることなどが挙げられます。このような謎が次々と上がってしまうのは、一つには伝記と称するものの多くが多分に虚実が入り混じった内容になっているためだからです。そしてこうした数ある謎の中でも筆頭に上るのが空海の前半生をめぐるものでしょう。実は空海については生誕から31歳で留学僧として遣唐使船に乗って中国へ出発するまでの前半生に関しては詳しいことがほとんど分かっていないのです。しかしこの空白にこそ超人空海と水銀の関わりの謎を解き明かすヒントが隠されています。空海の生年も記事も正確な情報はない。空海の本名は佐伯真央と言います。空海の人生を見るとき、この佐伯という姓が一つポイントになると言われています。通説では空海は774年四国の讃岐の国で生まれ、父は地方豪族の佐伯の値の多君、母は後氏の人だったということになっています。讃岐国には空海の誕生を記念した善通寺がある場所であります。しかし生年については1年前の773年とする説もありますし、誕生日についても疑問が持たれています。774年の6月5日は密教を中国に定着させた高僧福羽の亡くなった日でもあるので、空海は福羽の生まれ変わりと言われたことから、いつの頃からか彼の生誕日も6月5日と伝えられるようになったのではないかと考えられているからです。生まれた場所も四国ではなく母方の実家があった大阪府もしくは奈良の平城京ではないかという説が近年唱えられるようになっています。当時の上流階級では子供は母親の実家で生まれるのが通例だったから、このようなことが言われています。いずれにしても空海は正確には生まれた年や場所ともにはっきりしたことが分かっていないそうです。また
父方の佐伯氏は従来武門の名家佐伯氏の末裔と考えられてきましたが、これについても異論が唱えられています。佐伯氏には天孫降臨神話に登場する天の牡牛皇子を縁祖に持つと伝えられる佐伯の村次と、地方豪族で主に国の宮津古職を担ってきた佐伯の与えという二つの別個の家系があり、空海の父の佐伯の与えの多君は後者の佐伯の与えに属していたのだろうと考えられるようになってきました。つまり佐伯の与えは西西地方の名門といったところかもしれないというのです。また佐伯の家系は修験道の一族や神道一家などの話もあります。しかしどちらにせよ全くの平民ではなく力を持っていた一族であるらしいのです。なお大和朝廷に服属した恵美氏土着民のことを佐伯部と呼びますが、この佐伯部は朝廷によって播磨、讃岐、伊予、安芸、阿波などいくつかの国に集めて移住させられていました。そして彼らを現地で管理し統括したのが佐伯の与えだったとも考えられています。一方母方の後氏は儒教で朝廷に仕えた一族です。古代の有力豪族物部氏の分家と伝えられ、京都には氏神後神社があります。しかしこの地域は渡来人の旗氏の本拠地でもあり、そのため後氏も旗氏などの渡来人の血筋を引く一族ではないかとする説もあります。15歳で漢学を修め、18歳で上京して大学へ。幼年時代の空海については、泣き声がだらにという密教の呪文に聞こえたや、程度で仏像を作って拝んだなどと異彩ぶりを忍ばせる話が伝えられているのですが、この手の類は全て後世に作られた伝説である可能性が高く、幼年期の空海の実像は言えません。確実にわかる空海の最初の足取りは、空海が17歳時に表した三号四域の序文に、私は15歳で母方の王子跡をおたりの下で本格的な勉学を始めたと記されています。跡をおたりは漢学者で、後に桓武天皇の王子である伊予親王の家庭教師を務めたほどの人物です。しかし空海が彼の下で学んだのは神教の経典や史書であって、仏教ではありませんでした。この次にはっきりとわかる空海の実績は、18歳で都の大学に入学したということです。これも三号四域に書かれていることなのですが、この都がどこかをめぐっても実は議論があります。奈良の平城京にあった都は784年に長岡京を現京都府向こう市に遷都し、さらにその10年後に平安京に遷都しています。計算上は長岡京が都だと思われるのですが、実は平城京のことを指しているのではと考える学者もいるようです。大学を中退して密教の道に進み、やがて高野山へ。当時の大学はアカデミズムの学府というよりは国家官僚の養成機関という位置づけで、入学できるのは原則として貴族の子弟に限られていました。空海が学んだのは四書五様を中心に神教の経典を専門的に習得しました。したがってこの時点までは空海は国家管理の道を目指していたということになります。ところがほどなく空海は大学をドロップアウトしてしまいます。それはなぜなんでしょう。空海自身は三号四域の中でこう記しています。ある修行僧から驚異的な記憶力をもたらすとされる密教の秘宝を授けられた。郷土の四国の山野を奉公する中で一心不乱にこの秘宝を実践したところ、明けの明星が口の中に飛び込むということを体験した。これを機に私は
名誉や財産に対する欲がなくなったのだ。これが空海と密教との劇的な出会いでした。密教の秘宝が成就して神秘体験を得たことは、将来のことについて迷いが生じていた空海の人生観を180度回転させました。もはや彼の目には管理としての出世コースは虚しいものとしか映らなかったのです。当時の都での権力者たちのドロドロの人間関係に嫌気がさしたのかもしれません。世俗を超越した奥深い真理を秘めた密教こそが彼の道を照らす光でした。しかしこれ以後、24歳で三号四域を表すまでの空海の足取りは再び闇に包まれてしまいます。四国での神秘体験を機に仏典の研鑽に取り組み、また各地の山野を抜粧し密教修行に励むようになったのだろうというのが通説にはなっています。つまり空海が高野山に初めて足を踏み入れたのは18歳で大学に入学したものの、間もなく中退し密教の道を歩み始めたこの時期のことと思われるのです。空海の前半生で確実にわかる事跡はわずか3つ。ところで空海の諸著作三号四域は、儒教、道教、仏教、密教の3つの教えの特質を戯曲形式で論じ比較するというユニークな著作なのですが、ここで空海が仏教と少年時から親しんでいた儒教の他に、中国の民族宗教であり不老長寿の新鮮寿を特色とする道教についても詳細に論じています。つまり空海はそれまでの生涯において仏教や儒教だけでなく道教もまた熱心に学んでいたらしいのです。しかし24歳時での三号四域の執筆以後、またしても空海の足取りは消えます。彼の姿が再び資料上に現れるのは7年後の804年。31歳の空海は唐への留学生として遣唐使船に乗り込み日本を立ったのです。ちなみに空海が正式に出家して僧侶となったのはこの前年と考えられています。つまりそれまでは空海は国家公認ではない一般の僧として活動していたことになるのです。この時代は正式な僧侶になるには国から認可を受ける必要がありました。結局空海の前半生において信頼できる資料に基づいて確実にわかる事跡は、15歳で叔父の下で勉学を始め、18歳で都の大学に入り、24歳で三号四域を表したというたった3つしかないのです。空海は日東までの10年間どこで何をしていたのか。唐に行った後の空海の足取りはというと、804年5月、31歳の空海は遣唐使船に乗って日本を出発します。10月に中国福建に上陸し、2月唐の都長安に入ります。805年、中国密教の第一人者慶可に師事し、真言密教の奥義を治め、たった1年半年で伝法阿闍梨の位を受けます。その後806年3月、長安を立ち、10月九州に戻ってきます。唐での留学期間は実質1年半ほどでしたが、留学中もさることながら帰国後空海は目覚ましい活躍を見せます。天皇の信頼も得て、まさに超人的な行動力によって密教を日本に根付かせ、教育機関の設置など社会事業の推進にも腕を振るい、詩人書家としても高い評価を受け、その実績は仏教にとどまらず、空海は万能の天才として偉大な足跡を残していくのです。帰国後の空海の日々は、62歳で入定するまで目覚ましい活躍が残っています。唐に行き
前の空白ばかりの前半生とはあまりにも甚だしいギャップがあります。三号四季執筆を挟んで31歳で唐に行くまでの合わせて10年以上、空海は一体どこで何をしていたのでしょうか。この問いに対してこう大胆に断じる研究者がいます。空海は水銀の鉱脈を探して日本各地を踏破していた。そして見出したのが高野山だったというのです。高野山は当時水銀の産地として有名で、空海はそこに目をつけていたというのです。水銀というと毒のイメージが強いですが、当時は鳥居の朱色の原料になったりとかなり高価なものだったそうです。錬金術に必須の金属とされた水銀の神秘性。水銀とは何でしょうか。水銀は古代の日本では水金と呼ばれていました。鉱物でありながら常温ではまさに水のように液体として存在し、表面は銀白色の光沢を発します。放っておけば球状になって転がり出します。実に不思議な金属なのです。水銀の原稿は赤色の新車で、多くの場合岩石状になっています。新車は天然の硫化水銀で、そのまま赤色の顔料としても古くから利用されてきました。この新車を熱すると水銀が気化し、そのガスを冷却すると純粋な水銀を得ることができるのです。水銀が持つ最も重要な特性は、他の多くの金属を溶かして合金を作るということです。合金は金属の精錬に利用されてますが、その代表例が仏像の金メッキです。まず水銀に金を溶かして合金を作り、銅像の表面に塗ります。次に炭火などで表面を加熱すると水銀が蒸発し、純金が残って銅像にしっかりと付着するのです。これが金メッキの原理です。東大寺の大仏は、奈良時代の造立当初はまさにこの金メッキが施され、あまねく金色に光り輝いていたと言われています。このような水銀が液状であること、他の金属を溶かして合金を作るといった特性から、古代の人々は水銀を金属の中でも特別視していました。そして水銀は全ての金属に偏在する成分であり、水銀の含有量を変えることである金属を他の金属に変えることもできると考えられるようにもなったといいます。中には水銀を巧みに調合すれば非金属を黄金に変成することもできるのではと考える人間も現れました。これが錬金術の基本理念です。ちなみに錬金術には大きくは2つの流れがあります。一つは古代エジプトに端を発するとされるもので、アラブ・イスラム世界、ヨーロッパ、つまり西洋世界へと普及した系統のものです。もう一つは中国に発祥したもので、こちらは特に錬炭術と呼ばれています。そして西洋でも東洋でも錬金術には水銀が欠かすことのできない材料と考えられたのです。水銀と不老不死。しかし水銀は長期間吸入すると中毒症状に陥るし、水銀の化合物には有毒なものが多いです。東大寺大仏の金メッキでは大量の水銀が蒸発し、どのうちに充満したと考えられています。おそらく多くの作業者が水銀中毒にかかり、命を落としたものも少なくなかったのではと言われています。ところが古代中国ではこの水銀や水銀の原料である新車をなんと薬、しかも不老長寿の秘薬として用いていたのです。確かに
有機水銀は毒性が強いのですが、新陳代謝を進める働きがあることはあります。漢方薬の効能を記した古典神農本草経には、神社について、身体や五臓の病を治し精神を養い邪気を殺すとあり、水銀については、皮膚病や湿疹を治す、さらには長期間服用すると新鮮となり死なないとまで記されているのです。また中国の道教の修行者たちの間では、古くから黄金が薬と信じられ、これを服用すれば不老不死の神仙になれると考えられていました。しかし中国では天然の金はほとんど産出されません。そこで彼らは水銀を変成させて黄金を作り出そうとしました。実際に製造されたのは、水銀に鉛などを加えた化合物や製鉛金を含有する化合物から抽出された極微量の金ぐらいだったのですが、こうして作り出された黄金は金門、二薬などと呼ばれ、金丹や二薬を作り、それを服用して不老不死の神仙を目指すことは炼丹術と呼ばれ、道教の道士に必須の修行法に位置づけられました。これが東洋の錬金術なのです。ちなみに賢者の石とは、西洋系の錬金術において非金属を黄金に変成させる霊薬と信じられたもので、やはり水銀を原料にして製造が試みられ、賢者の石そのものが不老不死の秘薬であるとも信じられました。中国の歴代皇帝たちは炼丹術を信じて二薬を進んで服用しました。しかしその多くが睡眠中毒であえなく命を落としています。有名な話だと秦の始皇帝もその一人ですよね。日本の睡眠文化。日本でも睡眠あるいはその原料である辛砂は、金属製錬やメッキの溶剤、顔料などとして古くから広く用いられてきました。また道教も渡来人とともに飛鳥時代から伝来していたとみられるので、炼丹術に関する経典や情報も日本に伝わっていた可能性は高いです。そもそも日本列島はかつては辛砂を豊富に産出し、列島そのものが水銀鉱床の上に乗っているのではないかと言われるほどの土地柄なのです。古代の辛砂の産地として有名なのは、伊勢の日高郡丹上山と大和の乳川蟹です。奈良時代の東大寺大仏建立にあたっては、伊勢国から大量の水銀が献上されています。おそらく丹上山産のものだろうと言われています。そして実は乳という地名は、そこから辛砂、丹砂、すなわち水銀が採取されていたことを示しています。つまり乳とは丹砂を生むところという意味なのです。水銀の文化史を研究した学者によると、日本では乳という地名が現在でもなお諸国に10余り残っているが、調査した限りことごとく辛砂の産地であったと言っています。そしてこうした全国の乳の周辺には、乳津姫という女神を祀る乳津神社が大抵鎮座しています。伊勢の丹上山や大和の乳川神にもそれぞれ乳津神社が鎮座しています。乳津姫とは要するに水銀の神格化で、水銀、辛砂の採掘採取を仕事とした乳氏が祖神として崇めた女神なのです。なお仁宇津神社には水の女神水葉の目を祀るところもあるのですが、これについては本来は仁宇津姫を祀っていたのですが、辛砂が潤滑して水銀が採取できなくなったために、いつしか祭神が水の女神に変身してしまったものと考えられています。そして実は高野山周辺にも仁宇の地名が残っているのです。その名もズバリ仁宇津姫神社が、空海の高野山開創以前からこの地に鎮座していたのです。
高野山一帯は日本屈指の水銀地帯だった。二宇津姫神社が鎮座する場所は高野山の北西の中腹に位置する山間の盆地です。今は訪れる人も少ないですが、高野山に向かう表参道が通り、かつては人の往来が激しい地で、高野山を目指す者は必ずと言っていいほど二宇津姫神社に参拝していったといいます。この神社の縁起は播磨国風土記一文によると、神宮皇后が三寒遠征に出かけた折、二宇津姫の託船により衣服、武具、船を赤土で朱色に塗ったところ、戦に勝つことができたといいます。遠征後、戦勝への感謝として二宇津姫は紀伊国の富士城の峰に沈め祀られたそうです。赤土とは二宇津姫が司る神社のことだろうと思われます。紀伊国の富士城の峰は現在の和歌山県あたりのことと考えられています。ここは天野の東方、高野山東方の山沿いの場所です。したがって二宇津姫神社は空海の高野山開創にあたって地主神として参道が通る西方の天野に遷座されたのだろうというのが通説です。高野山周辺には他にも二宇津神社があったと言われています。高野山一帯は空海が訪れる以前、水銀の産出地として繁栄し、水銀を採掘する入族がここに多く祀られていたそうです。また空海は高野山開創後、二宇津姫を高野山上に勧請し入明神として祀っています。こうなると空海が青年時代に高野山を知り、後年に高野山を修行道場に選んだ理由にも水銀が深く関与しているのだろうと思われるのです。しかも興味深いことに、空海の出自である佐伯の与えは讃岐地方の鉱山開発に従事していたとも考えられているのです。彼らが管理した佐伯部は大和朝廷に服属する以前は東国で砂鉄や水銀の採鉱や製鉄、冶金に携わっており、彼らから佐伯の与えがその技術や知識を学び取ったと考えられるからです。要するに空海はその環境から察して幼い頃から鉱山や金属に関して専門的な知識を身につけていたと見られるのです。空海は水銀の女神から高野山を与えられた。さらに空海と水銀の深い絆を何よりも雄弁に物語る実に興味深い伝説があるのです。それは鎌倉時代に編まれた説話集今昔物語集に収められた高野山開創の縁起端で、唐から帰国後密教の修行道場を探していた空海は高野山の地主神高野明神に出会い、この神の導きで大和と紀伊の国境にある大きな川のほとりまで来たといいます。そこで入明神と出会い、実は私はこの山の王なのです、この領地をあなたに差し上げましょうと言われ、ついに高野山に導かれたという話があるのです。高野明神は別名に狩場明神という名があり、狩場とは一説に鉱山、特に銅鉱山を指すといいます。大和と紀伊の国境にある大きな川とは吉野川、あるいは国境地点から発して高野山麓を流れる乳川のことだろうと思われます。乳明神とは二宇津姫の異名です。つまり水銀の神のことです。この説話は一般的には空海が乳高野明神が祭祀されていた高野山を改装したことを神秘化する伝説として解されていますが、登場する神々の神格をよく考慮すれば、この説話は空海が狩場明神を奉じる金属の採掘民、そして二宇津姫を奉じる入族をガイドに頼んで水銀の鉱床を探し歩き、ついに高野山にたどり着いて大量の水銀を発見したというように考えることもできます。空海と高野山、
水銀、そして錬金術の織りなす密接なリンク。これは全て偶然といって片付けるには難しいのではないでしょうか。空白の10年間、空海は水銀の鉱脈を探し求めていた。31歳で唐に留学するまでの空海の前半生には通算10年以上の完全に空白の時期があります。しかも彼が正式な僧侶となったのは入唐直前です。空白の期間、空海は一体どこで何をしていたのでしょうか。この問題については日本各地の山や谷を踏破しひたすら修行を積んでいたのだろうとするのが今のところ有力な説です。しかし空海が若き修行時代に発見し、また唐の留学からの帰国後密教の修行道場と定めた高野山はもともと水銀の女神仁宇津姫が祀られていた土地であり水銀の産出地でもありました。これらの情報を総合すると、もしかすると空海は水銀の鉱脈を探して日本各地を踏破していたのではないでしょうか。その中で水銀採掘を職匠とする入族と知り合い、彼らの案内で最終的に見出した最良の水銀スポットが高野山だったかもしれないというのです。空海は錬炭術を研究していた。もし空海が水銀を求めていたとしたら、空海はなぜ水銀を探し求めたのでしょうか。空海は水銀を何に用いようとしていたのでしょうか。まず考えられるのは錬炭術です。水銀から不老不死の秘薬金炭を作り、それをもって神仙を目指すという中国道教の修行法は、渡来人などを介して日本にも仏教伝来以前から伝わり、その考え方は日本にもたらされていたと考えられます。したがって幼い頃から叔父に漢学を学び、道教の経典も読みこなす能力を身につけた聡明な空海が錬炭術を知り、これに強い興味を抱くようになった可能性は十分に考えられます。しかも空海は鉱山や金属に縁のある一族の生まれで、錬炭術に親しみやすい環境にあったのです。実際空海の諸著作三号四域には、道教のみならず錬炭術についても言及する箇所があります。つまり空海は仁術を実践するために、その原材料となる水銀の豊富な鉱床を求めて日本中を駆け巡ったと考えられるのです。しかしこの説には弱点があります。空海は錬炭術のバックボーンたる道教について、三号四域を書いた頃から批判的な見方をしているからです。道教よりも仏教や密教の方が優れているというのが空海の基本的なスタンスなのです。ということは錬炭術について知識も興味もあったことは確かですが、それを実践することについては懐疑的だったのではないかと思われるのです。ではなぜ空海は水銀を探し求めたのでしょうか。その答えは空海の本領たる密教の中にあったのではと言われています。密教は仏教と錬金術をミックスさせたものだった。密教とは何でしょうか。辞書的な説明をすれば、この言葉は奥深い絶対の真理の教えを意味し、具体的にはインドに発した大乗仏教の一系統を指します。そして他の仏教流派と比較した場合には、密教は次のような特徴を見ることができます。一つ目は大日如来を主尊として崇めているということです。密教において大日如来は諸尊の王であり、万物を生み出す真理そのものとみなされています。二つ目は呪術を重視することです。
密教修行者は絶対の真理である大日如来と一体化して悟りの世界に至るために呪術的な祈祷を行います。三つ目は即身成仏を目指すということです。従来の仏教は人間が悟りを得て解脱するまでには延々と輪廻転生を繰り返さなければならないと説いていました。しかし密教では密教修行を極めた人間は現世において煩悩を断ち悟りの境地に至ることができるといいます。すなわち肉体を持ったまま一気に仏の境地に到達できると説くのです。この教えを即身成仏といい、これこそが密教の極意とされます。自我と仏が一体化した境地とも言えるのです。そしてこの密教を教義の根本に据えた仏教宗派が空海が開いた真言宗なのです。しかし以上はあくまでも現代の教科書的な密教の定義です。これに対して密教は錬金術であるという実にユニークな見解が主張されたことがありました。インドでの発生当初、密教は単純に仏教や宗教というカテゴリーに収まりきるものではありませんでした。それは科学、医術、冶金術、占い術、呪術などをも包摂した古代の総合科学でした。一方インドでも古くから非金属を黄金に変成させたり水銀を調合して不老不死の薬を製造しようとする錬金術が行われていました。そして古代では錬金術も呪術もれっきとした科学の範疇に入れられていました。なおインド錬金術についてはエジプトを源流とする西洋錬金術がアラブ世界を経てインドに流伝しその影響を受けたと見る向きもあるくらいです。そして密教は科学としてのインド錬金術をも取り入れていたとも言われています。仏教と錬金術を剥ぎ合わさせたのが密教だったという言い方もされたりします。とはいえ膨大な密教経典のどこを紐解いても錬金術への言及を見出すことはできません。これに対してある学者は密教経典には錬金術が隠語、非語、隠喩、寓意で書かれていると述べています。なぜ隠語で書かれたかというと錬金術の知識や技術は古来手中の人とされその秘密が世俗に漏れることを恐れたためだというのです。つまり密教経典はそのまま読めば難解な教理書ですが錬金術の秘密の知識を口伝された密教修行者はこれを錬金術書として読み解いていたというのです。では密教は錬金術を何の目的で導入したのでしょうか。悟りに至る心身の変成プロセスを金属の変成によって飛躍や黄金を生み出す錬金術のプロセスと重ね合わせ錬金術を感想しイメージすることを即身成仏のトレーニング法の一つにしたという推測が成り立つのです。しかしそれとは別に即身成仏とは要するに肉体を持ったまま仏と同じく永遠の生命を得ること、すなわち不老不死になることです。だとすれば修行者たちは即身成仏修行の一環として錬金術で製造される不老不死の霊薬を求めそれを服用しようとしたのではないかというのです。つまり密教の極意即身成仏の成就には錬金術が必須だったことになります。大日如来とは黄金であり密教行者とは金丹賢者の石の探求者であるということなのです。これこそが密教は錬金術であるというテーゼの真意なのです。そう考えると空海が水銀を求めて日本中を駆け巡ったのは錬金術としての密教に最適な土地を探していたからなのだとも言えるのです。空海が錬金術の奥義を求めて唐に渡った。しかし仮に
空海がすでに青年時代に錬金術系の密教経典を入手していたとしても、そこから錬金術を読み解くには誰かから秘境的知識を伝授されなければいけません。庇護隠語に満ち溢れた錬金術系の密教経典の解読には師からの口伝が必須だからです。そもそも当時はまだ密教経典そのものがほんのごく一部しか日本に伝来していない状況でした。本物の錬金術を収めるには密教の本場中国に渡るしかない。空海はやがてこう決意を固め、あらゆる障害を乗り越えて遣唐使船に乗り込んだというのが空海留学の真相ではないでしょうか。ちなみに安念という天台僧が書いた書物に空海は薬生として入湯したという一説があります。薬生とは薬物の鑑別を専門とする技術者のことですが、このことは空海が錬金術の薬を求めて留学しようとしたことを示唆しているのかもしれません。唐に渡り長安に入った空海は密教の奥義を経過経過から伝授されました。その奥義には錬金術の知識も含まれていたのでしょう。また空海は長安で当時流盛していた道教系の錬丹術も収めたに違いありません。さらに西洋錬金術の一端にも触れていた可能性もあります。当時の長安には拠点のシリアからシルクロードを通って伝来したキリスト教の教えも届いていましたし、空海はキリスト教系の寺院のそばにある寺院に宿泊していたからです。そして空海は密教錬金術を完成させるべく予定を繰り上げて急遽日本に帰りました。異常に早い帰国だったと思われていますが、それは水銀を豊かに発掘できる日本の高野山こそが密教実践の最適地であるという確信があったからではないでしょうか。雨乞いを行う空海に玉手箱を渡した謎の2層。824年夏、京都は長く日照りに見舞われていました。そこで時の順那天皇は雨乞いの祈祷を二人の密教僧に行わせることにしました。法力を競わせることで祈祷の効力を確かなものにしようとしたのです。その密教僧とは一人は空海であり、もう一人は天皇の寵愛を受けていた守敏でした。この時空海のもとを一人の若い女性が訪れました。丹後出身の彼女は後に出家して女医にと称した女性で、順那天皇の妃の一人でした。そして彼女は空海に一つの箱を手渡しました。箱を得た空海が雨乞いの呪法を行うと、天がにわかにかき曇り、間もなく雨が煮えしかと降り始めました。これは鎌倉時代の禅僧が書いた日本仏教通史に書かれた話です。空海が得た箱の中には一体何が入っていたのでしょうか。その書物では特に触れていませんが、この逸話に続けてこんな謎めいた後日談を記しています。如意にと同郷の人間である水江浦島子が宣教である蓬莱島から故郷に帰ってきて、妃が持っている箱は紫雲経という。水江浦島子とは亀に乗って竜宮城へ行った浦島伝説の主人公浦島太郎の子名です。ということは紫雲経とはいわゆる玉手箱のことで、空海は玉手箱を使って密教の秘宝を行ったのでしょうか。書物には紫雲経は神仙の器などではなく密教の引きだったという人がいると記していますが、そもそも奈良時代にはすでに伝説上の人物とされていた浦島子が平安時代初期の歴史的実在人物である空海の自席に唐突に登場してくるのも考えてみればおかしな話です。この相話には何か裏がありそうです。ここには
空海と密教にまつわる何か重大な秘密が民意的に表現されているのではないでしょうか。空海の高野山入場前日に没死した美女如意に謎めいた相話を読み解く手始めとして、ここに登場する如意にの生涯を簡単にまとめます。丹後の与座郡に生まれた如意には稀に見る美人で、心は慈悲に富んでいました。10歳の時、如意輪観音を本尊とする六角堂に詣でていたところ、を当時皇太子だった順和天皇の使者の目に留まり、宮廷に入って皇太子の第四妃となりました。如意には如意輪観音に深く帰依し、自ら如意輪法という密教秘法を学習したといいます。やがて皇太子は即位して順和天皇となりましたが、宮中にあって如意の心は仏教にますます強く見せられるようになり、828年2月、26歳の時、ついに二人の宮女を連れて宮廷を出ました。そして摂津の兜山に登ると、そこでかつて私が金峰を埋めたこの地に寺を建てよという天照大神の荒御霊のお告げを聞き、間もなく一隅を建てました。そこはかつて三寛遠征から帰還した神宮御右衛門が武器や甲冑、如意宝珠などを埋めたと伝えられる霊地でした。さて、一隅を建てた如意には、その年の1月に空海を迎えて如意輪法を授けました。如意にと空海の最初の出会いについては元寇釈書には特に触れられていませんが、雨乞いの相話は824年のこととされているので、それまでにはすでに出会っていたことになります。空海は順和天皇の先帝嵯峨天皇に寵愛され、宮中に出入りしていたので、そうした中で皇太子妃となった如意にとの縁ができたのではないでしょうか。830年、如意には空海から秘密感情を受け、さらに空海は彼女をモデルにして桜の木から如意輪観音像を掘り出しました。翌年本堂が完成。空海自国の如意輪観音像を本尊とするこの寺は観音寺と名付けられ、如意には髪を切って正式に出家しました。如意にという法名を得たのはこの時のことです。835年の正月、すでに上位していた順和天皇は観音寺を訪れ、如意にと再会し、彼女の弓道に深く感激しました。そしてその年の3月3日、如意には南方に向かって探査し、目を岩呪いをたたえ合唱したまま亡くなったそうです。年は33でした。62歳の空海が高野山で入場を果たしたのは、くしくもこの翌日のことなのです。一如意には加護神社の海府氏の娘。さてこの如意については、実は丹後国一宮である加護神社にも興味深い伝承が残っています。加護神社は天孫ニニギの弟アメノホアカリノミコトを祭神とし、宮司職はアメノホアカリノミコトの末裔とされる海府氏が代々継承し、現在もそれは続いています。そして平安時代初期にこの職にあったのが第三代の天部の与武と呼で、その娘に五子姫がいました。加護神社の伝承によれば、この五子姫こそが如意にであるといいます。京都に登って宮中に入った五子姫は真内御前と呼ばれましたが、そのいわれは次のようなものであったといいます。加護神社の奥宮を真内神社という、そこは広がる森の下に巨大な岩倉が鎮座する霊地であり、ここに湧き出る泉天の真内の水は高間ヶ原の天の真内の御神水を映したものと伝えられています。五子姫は幼い頃からこの真内の水で身も心も清められて育ちました。そのため真内御前と呼ばれるようになったというのだそうです。
七井御前が空海に渡したのは塩蜜玉、塩昼玉だった。如意に、つまり七井御前が空海に渡した謎の箱の中には何が入っていたのでしょうか。加護神社の玄宮寺は、箱の中に秘されていたのは綿摘の霊能の象徴である塩蜜玉と塩昼玉ではなかったかと言います。塩蜜玉、塩昼玉とは一口に言えば呪具で、有名なところでは危機の海幸、山幸神話に登場します。弟の山幸彦が兄の海幸彦の釣り針を海でなくして海辺で困惑していると、綿摘の計らいによって綿摘の宮に導かれ、そこで綿摘の娘豊玉姫と結婚します。山幸彦はしばし幸せの日々を過ごすのですが、ある時兄の釣り針をなくしたことを思い出し、綿摘に打ち明けます。すると綿摘はタイの喉から釣り針を発見して山幸彦に献上します。そしてその時、綿摘は山幸彦に対して兄の海幸彦へ釣り針を返す際に呪詛をかけるよう教え、さらに、もし海幸彦が苦しめられたことを恨んで歯向かってきたら、塩蜜玉を出して溺れさせなさい、もし海幸彦が許しを願ってきたら、塩昼玉を出して生かしてあげなさいとアドバイスして、塩蜜玉、塩昼玉の2玉を授けるのです。帰郷後、実際に海幸彦が攻めてくると、山幸彦は綿摘が教えた通りに塩蜜玉を出して溺れさせ、海幸彦が許しを請うと塩昼玉を出して救いました。こうして山幸彦は兄海幸彦を服従させるのです。塩蜜玉、塩昼玉は一般的には海水の干満を引き起こさせる力を持つ玉で、塩を左右させる綿摘の特性として説明されることが多いです。また仏教の如意宝珠の影響を受けたものだろうというのが神話学における通説です。如意宝珠とは、あらゆる願いを叶えさせてくれる魔法の玉のことで、龍王の脳中から取れるものとされ、仏法の象徴ともされて、仏像のポピュラーな持ち物の一つとなっています。そして七井御前の父は、娘が10歳で都に上るため家を出るとき、この聡明な娘の修行完成を祈って、綿摘の霊意のこもったこの2つを娘に授けたのではないだろうかと言われています。確かに紫雲鏡の中に入っていたのが止水のパワーを持つ塩蜜玉、塩昼玉だったとすれば、伝説とはいえ空海が蒼天に雨を降らせることができたというのも納得できます。空海はこの秘玉を用いて水神、龍神を操ったと考えることができるからです。また如意の如意とは、如意宝珠、つまり塩蜜玉、塩昼玉を言い表しているのかもしれません。塩蜜玉、塩昼玉は二役であり、賢者の石だった。浦島伝説は丹後が発祥地とされ、丹後半島には浦島湖の伝承地ゆかりの神社が点在しています。したがってこの神社の宮司家に生まれた如意と浦島湖が同郷であるというのは筋が通っています。ところで広く知られている浦島伝説のラストは、竜宮城から故郷に帰った浦島太郎は、乙姫から授けられた玉手箱を開けると、たちまち白髪の老人になってしまったというのが定番ですが、実はオリジナルはこれとは微妙に異なっています。浦島伝説の最古型は丹後国不時逸文に記されているのですが、これによるとラストシーンはこうなっています。浦島子が乙姫との約束を忘れて箱を開けると、一瞬のうちに若々しい肉体が風雲とともに天空に飛び去ってしまったとなっているのです。つまり浦島子は箱を開けると白髪の老人になったのではなく、雲に乗って天に飛んでいったのだというのです。このシーンは一説に
神仙の視界を暗示していると言われています。古代中国の道教では、修行を極めた神仙はセミやヘビが脱皮するように、古くなった肉体を消滅させて魂は昇天すると信じられたのですが、このことを視界と言います。不老不死の形態とも言えるのです。つまり箱を開けた浦島子は不老不死の神仙となって異界に姿を消したと読み解くこともできるのです。また丹後国不動記一文では、浦島子が連れて行かれたのは竜宮城ではなく蓬莱山、すなわち不老不死の神仙が住むと考えられた道教の理想郷であったとも言われています。このようなことを考え合わせると、浦島伝説の玉手箱には、道教における不老不死の霊薬金丹二薬が入っていたのではないかと思えてくるのです。つまり浦島子が如意にの持つ箱を紫雲鏡と名付けたというくだりは、その箱の中に二薬が入っていたことをそれとなくほのめかしていると取ることもできます。ちなみに紫雲は一般に吉兆とされてますが、これは神仙思想、道教思想で紫色が重んじられたことと関連していると言われます。つまり紫雲鏡の中に入っていた塩蜜玉、塩昼玉とは二薬であり、東洋の賢者の石だったのです。古代丹波王国では、女服の末裔が錬丹術を実践していた。塩蜜玉、塩昼玉は二楽という見方を裏付けるのは、浦島伝説だけではありません。ニウという地名が水銀鉱山を意味していると言われていますが、丹後にも実はニウツ神社が存在しているのです。丹後半島の日本海側に近いところで、この神社からは北に5キロほど離れています。祭神は水葉の目ですが、おそらく元来は仁打姫であり、ここに仁族が住んで水銀を採掘していたのだろうと思われます。また丹後半島には銚子山古墳、新明山古墳など大型の前方後円墳が点在し、半島全体の古墳の数はなんと6000に上ります。したがって古代には丹後半島に大和王権とは一線を画す王国があったとする古代丹後王国論が唱えられるようになりました。さらに注目されるのは、日本海を介しての大陸や朝鮮半島との深い交流の痕跡です。丹後半島の西側の付け根に近い日本海につながる場所にある遺跡からは、中国清王朝の通貨と中国周代の銅銭が発見されています。そしてこの神社には寛大のものとされる銅鏡が今に至るまで秘蔵されていて、神宝となっているのです。つまりすでに弥生時代には丹後と大陸との交流があったと考えられるわけで、となれば丹後に早くから銅鏡や神仙思想、そして錬丹術が伝来していたとしても何ら不思議ではないのです。しかも丹後半島の新崎は女服が上陸した地と伝えられていて、彼を祀る新崎神社が鎮座しています。女服とは中国秦の始皇帝の命令により不老不死の薬を求めて東の海に船出したとされる法師です。もちろん彼は錬丹術にも通じていたことでしょう。さらに言えば浦島子のモデルは女服であったとも考える学者もいます。さらに極めつけは丹後の荷です。丹後国は古くは丹波国の中に含まれ、丹波国は現在の京都府北中部と兵庫県東北部を合わせた地域を指しました。それが713年になって京都府北部にあたる地域が丹波国から分立して丹後国となったのです。丹波は古くは谷派と読まれ、谷畑が語源と言われていますが、丹波にしろ丹後にしろ、すでに奈良時代から「に」の字が使われています。この字が地名に当てられたのは、この地域でかつて丹砂の採掘と調合、
つまり練炭術が盛んに行われていたことが広く知られていたからではないでしょうか。この地名こそが丹後と仁薬とのつながりを何よりも強く証明しているのです。だとすれば、かつてこの神社に伝承されていたと想定される塩蜜玉、塩昼玉とは、古代丹後丹波王国の練炭術の遺物であり、徐福の末裔たちによって製造された仁薬そのものでもあったに違いないのです。今回が真内御前から錬金術の秘技を伝授されていた。これらのことを踏まえて改めて考えると、こんなシナリオが思い浮かんできます。唐で密教錬金術を収めた空海が高野山を改装し、その探求に本格的に取り組んだのですが、道半ばで行き詰まってしまいました。そこで青年時代に探求した銅鏡系の錬炭術のことを思い起こし、そこに打開のヒントを見出そうとしました。そんな時、真内御前と出会うのです。彼女は古代丹後丹波で伝承された錬炭術の秘伝を受け継ぐ人物であり、父親から仁薬と伝えられる家宝の塩蜜玉、塩昼玉を授けられていました。空海はこのことを知ると、真内御前のもとを訪ね、塩蜜玉、塩昼玉を見聞して錬炭術の奥義を学び納め、それを密教錬金術と融合させました。ちなみに空海の母方の後氏は物部氏の氏族と伝えられ、にぎはやひよそしんとしています。一方、真内御前の出自である海部氏の祖神雨の穂明の御事は、別名をにぎはやひというともこの神社では伝えられているので、海部氏もまた物部氏の系統に属すと考えられます。そうなると、空海も真内御前も共に物部系で同族ということになるわけで、このようなことも二人の絆を強固なものにしたことでしょう。あるいは空海は真内御前のことを錬金術の女神仁宇津姫の化身とみなしていたのかもしれません。すなわち元寇釈書に収められた雨乞いをする空海が如意から仁薬を手渡されたという相話は、空海が真内御前から古代の錬炭術の秘伝を伝授されたことのメタファーに他ならないのです。いかがでしたでしょうか。空海、水人、高野山は実は切っても切り離せない関係だったのです。もちろん当時の空海が何を思っていたかは分かりません。歴史は書物を見ることでの想像でしかないからです。しかしそこに歴史の面白さがあると思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が良かったら、いいねボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。